僕ね、ありがとうとかその奇跡とかね、本当なんか幸せとかそういう言葉っていうのは皆さん使ってる言葉だから、もうなんかありきたりであんま使いたくないんですけども、本当にあの奇跡なのかなと。そういう場所にねこうやって集まれるんで、同世代とかね、なんかすごく嬉しいんですけども、で今日もワンマンをやると決めたのは、もしかしたらこのメンバーとかね、今僕が好き勝手やってるライブがもしかしたらできなくなるかもしれないっていう話があったんですよね。でそうなった時に、あ、じゃあ好き勝手ちょっとやっとこうかなと思って決めたライブでして、でまあそれももしかしたらできないかもしれないみたいなのが僕の頭の中になって、だけど今日こういう風に、まあありえないぐらい好き勝手やりましたけどもだけどそこに本当にみんなが思う、僕も思う楽しいがあって、なんか本当に幸せっていうのがあったら、こういうのはなんかこう波紋のように広げて、でなんかね別に広いところでやりたいとかそういうわけじゃないんですけども、あの一瞬でもみんながこうパッてなったりとかね、一瞬でもなんかこう嫌なこと忘れたりみたいなのが回数が増やせると、すごく上松洋介としてはそれでいいのかなと思います。まあ僕は僕なりになんかこれからもいろんな形で続けていきますけども、まあもしこういう時間を共有したかったらまたぜひ遊びに来てくれれば嬉しいです。ありがとうございます。カモン、アツシ。彼女と二人憧れのクラブへ飲みに行った。一杯目のお酒を飲んだ時、彼女が何かつぶやいた。やべえ今この子なんて言った。遅い顔してる彼女にまさかまさか、今何つったかわかんなかったから、もう一回言ってなんて言えない、怖くて言えない、今何つったかわかんなかったから、もう一回言ってなんて聞けない、2分僕はまだ言葉返せずにいた。そこで一つ思い浮かんだ大きな賭けに出ることにしたいや、それしても楽屋のうるせえほら今なんつったかわかんなかったでしょう、顔した彼女が、え、今何つった、あ、今何つったか分かんなかったから、もう一回言うよなんて言えない、怖くて言えない、今何つったか分かんなかったから、もう一回言うよなんて言えない、意味が分からない、その日のことが今夜の二人を決めてしまうかもしれないから、
るだけ酒の力じゃなくてそのままの僕で君に伝えよう Just mine 今なんつったかわかんなかったからもう一回ってなんて言えない怖くて言えない今なんつったかわかんなかったからもう一回ってなんて聞けない曲ですね。いや、すごい感動するんだよ。いや、笑ってたよ。